亀山駅、三重県。亀山駅は、三重県亀山市三幸町にある、東海旅客鉄道、JR 東海、西日本旅客鉄道、JR 西日本の駅である。名古屋駅、名古屋市と JR 南場駅、大阪市を結ぶ関西本線と、当駅を起点として、紀伊半島を海沿いに走り、和歌山市駅、 和歌山市までを結ぶ既成本線の二路線の接続駅となっている。このうち関西本線を当駅の所属線としている。かつては日本国有鉄道、国鉄のみの管轄であったが、1987年4月の国鉄分割民営化によって、当駅は会社間の境界駅となり、関西本線側の境界は上り台一、城内信号機である。 関西本線の名古屋方面と紀勢本線、新宮駅までが JR 東海、関西本線の奈良方面が JR 西日本に継承された。駅構内には JR 東海の亀山運行区と亀山変電所、JR 西日本の亀山鉄道部と亀山指令所、大阪総合指令所の文書扱いがある。国鉄時代は天王寺鉄道管理局の管轄であった。 その後、1987年3月に、名古屋鉄道管理局に移管され、民営化により、9つある JR、東海在来線の JR 他社協会駅の中で、唯一、JR 東海の管轄駅となった。また、保安装置に関しても、JR 東海は、現在在来線全線で ATSPT を使用しているが、ATSP 車上装置を設置していない。 JR 西日本キハ1 2 0系機動車が乗り入れる、関係上当駅構内のみ、ATS-ST が使用されている。かつては、機関区や客貨車などが置かれた三重県内でも、有数の鉄道の要所であり、名古屋方面、京都方面から来る多くの優等列車が、当駅を経由して、伊勢、南紀方面に向かっていた。しかし四日市間は当駅経由では大きく、迂回するルートであり、 また当駅の配線上スイッチバックを強いられるため、短絡ルートである国鉄伊勢線の建設が検討されるようになった。そして1973年に伊勢線が開通すると、名古屋方面の優等列車の大半は、同線経営となり、モータリゼーションの普及も加わって、徐々にローカル輸送へとシフトしていくことになった。伊勢線開通後も、寝台特急、 キーは当駅経由で運行されていたが、1984年に廃止され、当駅に停車する特急列車が消滅した。さらに、京都方面からの急行列車も、運賃と速度で勝る近鉄特急に客足を取れ1987年に消滅した。そして2006年3月18日のダイヤ改正で、急行、春日が廃止されたのを最後に、 当駅に停車する優等列車がすべて消滅した。かつて賑わっていたことを示すのが、駅構内の広さであり、東西方向に1トル以上に渡って続いている。快速列車、普通列車のみが発着する。関西本線名古屋方面及び奈良方面、鴨駅で乗り換え、帰省本線の3方向での運行形態となっており、 当駅をまたいで運転される列車は設定されていない。三方向とも日中は1時間に1本のみの運転である。乗り換えの便を図ったダイヤ編成となっており、列車遅延の際は接続できる、要発車時刻が調整される。なお、奈良方面については、過去に線路の保守工事のため、第二土曜日の日中に運休する列車があった。 JR 東海が発売する特別企画乗車券、青空フリーパスは当駅が関西本線の南端である。亀山は、伊勢亀山藩6万国の城下町かつ、東海道の46番目の宿場町であったが、当駅開設以後、鉄道の町となった。宿場町起源の町の多くが、鉄道駅の設置に消極的な姿勢を示した、明治期に亀山では、地元有志が、 関西鉄道に単眼書を提出して、駅の設置に積極的に動いている。国鉄時代の最盛期には、機関区、客貨車区、保線区、車掌区なども併設され、亀山駅に勤務する職員は1000人弱に上った。短式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームを持つ地上駅。通常は北側の2面3線を、 関西本線、南側の一面二線を帰省本線が使用する。5番線には河川がない。各ホームはエレベーター管理の湖線橋で連絡している。1番線と2番線の間に電車留置用の側線が一線あるほか、校内に多くの側線がある。1番線と4.5番線ホームの柱は古くなったレールを再利用したものである。 2.3番線ホームの柱は木製。東京や大阪から優等列車が乗り入れていた名残で、ホームは広く長く取られている。駅舎は構内北側、短式ホーム、1番線に隣接して置かれている。現在の駅舎は1913年、大正2年11月3日春高の2代目で、天窓をつけるなど改修、増築しながら使用している。駅舎には、 同年の建物資産表が付けられている。駅舎とホームは JR 東海の管理であり、本線上の会社協会は関西本線上り場内信号機であるが、構内に JR 西日本の亀山鉄道部があるため、建物や車両留置線の一部は JR 西日本が所有している。駅舎内には自動改札機、三台、都カー以降か非対応や自動券売機、 JR 全線切符売り場、売店、待合所などが設置されている。自動券売機には、東海区間と西日本区間を区別する機能はついて、おらず、往復券と、回数券は除く、片道普通乗車券の券面はすべて、東海会社線と表示される。JR 東海の駅長、駅員配置駅、直営駅で、管理駅として、 関西本線の南四日市駅伊田川駅間の各駅及び、既成本線の過小駅を管理している。2013年、平成25年現在、駅員は21人。また、JR 西日本の亀山鉄道部が駅構内に設置され、関西本線の関駅笠木駅間の各駅を管理しており、当駅亀山鉄道部は、当該区間の事実上の管理駅とっている。 三重県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通り、この数字には各線の乗り換え客は含まれていない。シャープ、亀山工場の稼働開始により一時期乗客数が回復したが、同社の経営不振に伴って、再び減少傾向に転じたものの、2015年には再び増加に転じた。JR 時刻表には駅弁の表示がないが、 亀山駅前の伊藤弁当店がシグレ茶漬け弁当、用予約の製造、販売を行っている。事前に亀山駅の到着時刻を伝えると、ホームや改札口まで届けてくれる。元は自家製のシグレハマグリを使用していたが、原料高騰のためクアナさんのアサリシグレニに変わった。亀山駅前バス停、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。